夏休みもあと1週間か。夏休みが終わるまでに姉ちゃんたちの中から許嫁を決めるなんて俺にはできないよ。このまま姉と弟みたいな関係でいたいってのは俺のわがままなのかな。おはよう。おはよう、こうちゃん。ちょっと、コーギー！あんた、夏休みだからって緩みすぎなんじゃない？アンズちゃんはなんで制服なの？私は今から、復習。あんたは受験生でしょうが。ほら、行くぞ。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませ。おはようございます、こうちゃま。この前から変に意識してしまって、今朝だって起こすはずが。こんなことではいけません。兄さんの力になるためにも。ここも掃除しないといけないですよね。これは、もうしょうがないですね。兄さんはだらしなさすぎです。これは兄さんが今朝洗濯しなきゃいけないですね。そう、いつものようにすぐに片付けないといけないのに。やだ、ドキドキしてきちゃいました。あれからずっと頭から離れなくて。ダメ、こんなところで兄さんの匂いに包まれたら。兄さん、まだ帰ってこないですよね。はじめまして。私、本日からご主人様の身の回りのお世話をさせていただきます。メイドのスズランと申します。どんな要件でも、なんなりとお申し付けくださいね。これはなかなか、掃除のしがいがありそうですね。でも、私が来たからにはもう安心ですよ、ご主人様。どんとすべてこのスズランにお任せください。掃除、洗濯、炊事は当然。ご希望ならお弁当だってご用意しちゃいますよ。どうしましたか、ご主人様。はい、それでは早速お仕事に入らせていただきますね。あー、止めてください。私がお洗濯されちゃいます。どうしていつもこうなるの。少しでもご主人様のお役に立とうと頑張ったんですが、でも何をやっても失敗ばかりで、ご主人様にも迷惑ばかり。ご主人様、ありがとうございます。私、ご主人様のお役に立ちたいです。いえ。ラララララ、ラララララ、ラララ。ララ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 ラ。あー、気持ちよかった。
お風呂上がりはやっぱりアイスだよね。冬にアイスか。でも冬でもこたつの中でアイスとか食べると合成だと思わない？うん。バニラも美味しそう。一口ちょうだい。え？あー、先輩。バニラも美味しいね。うん、でもこたつの中だけどアイスを食べると体が冷えるね。もうこら、突然握ったらびっくりするでしょ。温めてくれる？いや、うん、どうしたの？ごめん、でも我慢できない。お風呂上がりの先輩はいつもよりいやらしく見えるね。そんなジロジロ見ないでよ。それに先輩って呼ばれるのはなんかよそよそしくてやだな。そんなこと言われても。アミ、ちょっといいか？ん？頼みたいことがあるんだけど。うん。セックスさせて。うん。ん？セックス？お兄ちゃん、今なんて。あれ？サメ、サメ、サメ、サメ。サメに気をつけよう。シャーク！